金田久美子は愛知県名古屋市出身の女子プロゴルファー。スタンレー電気所属。クラーク記念国際高等学校卒業。石井忍に支持。得意クラブはウェッジ、パター。ニックネームで金組と呼ばれる。血液型 A 型。3歳でゴルフを始める。8歳の時には世界ジュニア選手権を制し、タイガーウッズに並ぶ記録を作った。 2003年から2004年の日韓対抗中学、高校生ゴルフ選手権中学女子の部ーに連覇。その後も、日本ジュニア、世界ジュニア、中部女子アマチュアなどの数々のアマチュアの大会で優勝。プロのトーナメントでは2002年にリゾートトラストレディスで最年少予選通過記録を作った。2004年は、ゴルフゴレディスで3位、対、2006年は、 日霊 PGM レディスで4位、対2007年はベルーナレディスで4位タイに入った。2008年度はプロテストで一打足りず不合格。年末に行われたクオリファイングトーナメントでトップ通過を果たし、ツアーへの参戦資格を得る。2010年5月22日、第28回中京テレビブリジストンレディスオープン2日目、愛知県豊田市の中京ゴルフクラブ。 石のコース12番ホールにて、自身初のホールインワンを達成。2011年4月24日、第30回富士山系レディスクラシック最終日に、前日の8位から5打差を逆転して、ツアー初優勝。2012年以降は、勝利から遠ざかっているが、安定した戦いで、2014年を除き毎年、賞金シードを確保している。タイガーウッズに憧れ、また、 辻村明康ーのような強くておしゃれなゴルファーになりたいと語る。そのため、他の女子プロゴルファーと比較してもキラービやかなメイクを施し、ネイルアートやギャルファッションでコーディネートしているため、ギャルゴルファーでもじって、ギャルファーと自称している。また、ヘソピアスを開けている。ありがとうございます。